逆算すればですね、OBS で、まずシーンごとに、ホットキーをコマンド Z みたいな、コマンド C、コマンド V みたいな感じで、シーンごとにホットキーっていうのを割り当てます。で、その割り当てたコマンド Z は、MIDI の何番ですみたいなやつを、そのアプリを入れて登録します。それはコードをやって、コード入れて、なんか、if なんとかみたいな、そういう系のやつ。そしたら、これを押したら、シーンが OBS で切り替わります。段取りはそんな感じ。でもちょっと心配なのは、お疲れ様です。今日は4月20日です。オンラインレッスンです。午前中のオンラインレッスンですね。なんか今日すごい暑くなるって、天気。ちょうどね、このレッスンが終わってお昼前から空いてるんで、お散歩行きたいなって思って。てるんだけど、暑いんか。まあでもね、どうしようね。天気いいからね、気持ちいいだろうなって感じはするけど、どうしようかな。まあ、今日の Vlog がですね、今作ってるやつ、明日の Vlog ですね。まあ終わってないんだけど、これがね、フェーダーがついてるミニコントローラーみたいな、コルグのやつ、持ってるやつを、こう、ロジックのね、レコーディングの時の割り当てやったんだよ、みたいな。内容を作ってて。で、もう一個ね、このシーン切り替え、これは OBS の話です。これも MIDI でできねえかなって思ってて、いつもさ、ライブ配信の時に、オープニングのシーンですってやって、で、二人で喋ってるシーンですとか、ビデオですとかって、こうやって切り替えてんのね。で、カメラこっちからやってんじゃん。なんかもうこの辺にさ、ポンみたいなさ、スイッチングのやつ、ね、あったらいいよね、と思って、で、まあ今日やるかわかんないけど、ちょっと調べてみようかなとは思います。そしたらいいよね。ホットキー、この辺か。シーン切り替えとかあるね。こちらにね、使ってないね、またコルグの、パッドのやつがあるんですよね。こう、まあドラムとかちょっとツッタンツッタンツッタンツッてやるような、まあ、MIDI のこれもあれなんですけど、これをトリガーにしてですね、シーン1、シーン2みたいな。で、ここにライブ配信の時は置いといて、じゃあビデオ行きます、ポンって言ったら、すごい楽だよね。ちょっと調べましょう、これは。これね、2台持ってるんですけど、どっちかちょっと反応悪いっていうか、なんかうまくいってなかったような気がするから、その辺も動作チェックが必要なんだけど、突然、今まで使ってなかった機材が、急に活躍し始める。おはようございます。開放弦の0フレットの位置をずらすっていう G の形で、C の音が鳴ってるっていうことですね。 A の形の C ですね。それ8カポで E で C です。ああ、いいですね。そしたら今 D の形での C ですね。そうすると、ケージドシステムは我々やってないですよね、まだ。終わりました。今日はね、サウンド・オブ・サイレンスの続きだったんですけど、一応曲としてはもうレッスンは終わってたんですが、カポの位置をどうするかみたいな内容だったんですよね。で、一番簡単なやつはここだけど、ここでも作れるし、で、そもそも、まあ、曲のカポの位置ってどこでやったらいいんだろうみたいな、その考え方というか見つけ方みたいな内容と、で、さらにこうギターを何本か重ねて、カポの位置を変えて、アプローチを変えてってやると、まあ、アンサンブルがすごくこう複雑に大きくなって聞こえますよみたいな内容だったんですよね。
今日の内容はだいぶ充実してたような気がするな。でもカポってさ、混乱するよね。書いてあるさ、コードをさ、変えちゃうとさ、表記を。そうするとアドリブでソロ行こうってなった時とか、オープンコードっていうの、なんつうの、開放弦が入ってるとこばっかり弾いてんだったらいいけど、そっから外れてこっち行こうってなった時に、元のコードが何だったかっていうのを、ね、書いてないから、書き換えちゃった場合はね、そしたらもうたどれないもんね。なんか元が D フラットだったけど、それを C って書いちゃったとしたら、1カポで C ってなってるので、弾いてる分にはいいけど、じゃこっちの方行こうってなった時に、 C で弾いてもさ、ね、実際は D フラットになってるわけだから、結局は元の表記のまま、みんなと同じ譜面のまま、脳内で、それが C の形になってるとか G の形になってるとかっていう、そのね、あれがやる必要はあるんだよね。難しいです。混乱します、この辺いつも。ああ、なるほど。ちょっと今イズマティックの連絡が来てて、2曲まだ録音してないやつがあるんです。10曲で終わりだと思ってたんですけど、もう2曲あるんです。それを録音しないといけません。いつやれるかっていうところですよね。今週中いけるかな。そもそも、その曲はですね、ダウンロードまだしてないんじゃないのって気がするんですけど、スケプティックとディメンションって、これはね、やったことないんですよ。聞いたこともないんです。完全な新曲で、これはね、時間かかりそう。結局ですね、天気がいいんで先にウォーキングに出てきました。まあ、Vlog の編集もね、まだ最後まで終わってないけど、まあ、せっかくね、こんなに天気がいいんでね、先にウォーキングフラッと行ってきます。今日はね、夕方にもう一件、オンラインレッスンが入ってるだけなんで、割と時間に余裕があります。確かに暑いわ、今日は。これもう半ズボンで全然大丈夫ですね。はい、ではここからオンラインレッスンやっていきます。大阪府緊急事態宣言決定。増えてるもんね、今大阪ね。こんにちは。なんかスマホ忘れたって 連絡来たけど大丈夫？本日の、レッスン終了でございます。じゃあこっからですね、私は明日の Vlog ですね、続きやっていきます。これやって一段落ですね。 Hey, there you go. I'm changing my scene here with my console. I'm using a console. It could be anyMIDI pad, anything that send out a MIDI command. It could be a keyboard if you want to. That thing is reading note. This is how easy it is if it doesn't crash. はい、ですね、明日の Vlog の編集が終わって、まだチェックはしてないんですけど、とりあえず終わって、で、まあ、朝喋ってたのがこのパッドですね、 MIDI ので、こっちがダメな方っていうことがとりあえず分かりました。これ繋いでね、押してみて、これはね、なんかうまくいってないっす。
多分開けて、このクッション的な部分をなんか洗浄するとかなんかいろいろやんないと多分ダメだと思う。とりあえず置いときます。でこっちは動いてます。すごくよく反応してますね。こっちはなんか押しっぱみたいな、なんかビーンってもうずっとこれ鳴っちゃってるみたいな、で押しても鳴らないみたいなやつもあったりしました。でこれもともとはね、ドラムをこうなんつうのやるっていうので買ったんですよ昔。まあいやいや、これ別に遊んでるわけじゃない。これを OBS のシーンに割り当てたいんですよね。イントロのシーンから2人の映ってるシーンとか、こうビデオ1ビデオ2みたいな感じで割り当てたいんだけど、調べたらね、1個は Mac 用の OBS でプラグインがありますということで、ただそのプラグインはまだベータ版みたいな感じで結構クラッシュしてるっぽいんですね。でなんか知んないけど、これとこれやったらうまくいったよ今回はみたいな感じの言い方をしてて、あんまりはっきりしてないんでちょっと触りたくないなっていうのと、もう一個出てきたのはね、これが何番なのかっていうのを探すっていうアプリを入れて、でもう一個のアプリで結局はね、なんちゃうコードを打って、ホットキーの割り当てがこれになるようにとかっていう風に指示を出すみたいな感じだったんですね。コードとかさ、わかんないじゃん。怖いし。やったことないね、コーディングみたいなやつ。もうちょい調べてみますけど、一旦ね、パーってサーチして YouTube で出てきたやつだから、でもあんまない。Windows はありました、そういうの。ただ Mac はないっすね。まあ、一筋縄ではいかないということですね。まあ、そもそも OBS が MIDI を受信できないんで、標準では。だから、これが MIDI の信号でパソコンに行ってますが、パソコン内でその信号はこれのコマンドなんとかですみたいなやつに変換する必要があって、で、例えばコマンド Z とかってよく戻るでやるけど、コマンド Z がOBS のホットキーではシーン1ですみたいな感じでやるっぽいのね。結構複雑よね、工程としては。でも一つ心配なのは、まあ OBS でライブ配信をやってる時に MIDI 機械はこれしか繋いでないよって言うんだったらいいけど、オーディオインターフェースにはですね、このピアノも繋がってて、これも MIDI の信号を送ってるんですよね。まあライブ配信中にピアノをガシャガシャやるとかっていうことはないと思うし、別にピアノの電源入れなきゃ大丈夫だし。でもね、例えばどうだろうね、この間やってたこいつがロジックのコントローラーに今なってますから、その辺まあ繋いでなきゃ大丈夫だけど、仮にじゃあ繋いでたとしたらとか、なんか干渉し合ってとかっていう心配もあるかなと思ってんだよね。例えばこれが CC の11っていうものだとしたらよ、これが CC の11って確かこいつかこいつなんだよ。そしたらこれこうやってやったらシーン切り替わっちゃうんじゃないのみたいな、そういうのあるよねきっとね。わかんないけど、こういうのって MIDI って番号全部決まってますから、絶対に触んないような番号にこれを書き直してとかってやるってことかな。例えばここに持ってない CC を番号割り当てるとか、そういう感じだったら干渉しないかなとかね。ちょっとなんか考えてて分かんなくなってきたんで、一旦ここまでにしようと思います。今日はせっかくこれがセットアップできていい感じだからさ、こうロジックにとっては自分のレコーディングとかそういうのには今これがコントローラーとしてすごく機能してるんで、 OBS ってまた別のソフトで目的違うから、まあ2つ同時に立ち上げてなんかやってるかっていうとそうじゃないんだけどね。なんか干渉し合ってとかっていう心配が今あってさ、ちょっともうちょい調べますとりあえずね。いや難
難しいね。難しい世界ですね。コードとかね、if なんとかみたいなさ、わかんないよね。で、YouTube で、その、なんつうの、やってる、解説してる人も、解説っていうか、なんか試しにこれ入力して、反応するかやって、っていうのを繰り返して、最終的にできるようになってて、だそこに書いてあるコードを、よく見て、同じのやれば、多分動いてくれるとは思うんだよね。だできないことはないと思うんですよ。自分でも。それを見ながらやれば。ホットキーの割り当て、その手前ですね。干渉するかどうか、ミリの書き換えをして、コントローラーが持ってないやつに、パッドをまず割り当てて、そいつが送ってる指示をホットキーにしてっていう感じだよ。その方が安全だよ。きっと、将来的にね、ロジックが動いててライブ配信をするっていう状況があった時に、シーン切り替えたと同時に、レックボタンが、オンになるとかさ、そういうトラブルも起きるかもしれないから、できることなら干渉しないっていうのを想定しておいた方がいいってことに、と思うんだけどね。ちょっと調べます。うん、もうちょい調べます、これ。手を出す前に。はい、というわけで今日はこの辺で終わりたいと思います。大丈夫。お疲れ様でした。また明日。